あ、今日前髪短くない？短くない？なんか撮った写真なんか眉毛出ててさ、加工で伸ばしたんだよね、あのツイッター載せた写真。伸ばしたっていうか、その消した、ん、なんていう、いい感じに修正した。によって前髪の長さ、前髪なんていうの、このどのぐらい巻くかによって変わる。めっちゃ短くってさ、なんかびっくりした、見て、写真見て、もう写真が全く漏れてなかった、全部今日の写真。暗躍だ。だから加工で前髪見えてる部分修正した。それが可愛い。え、でも自分可愛いと思わないんだよな。嫌だったんだよな、だから修正した。今だとちょっといいけど、抑えたからさっき。汗かく閉じる、いや、そういうわけじゃなくって、アイロンどのぐらいやるかによる、アイロンの仕方による。昨日はね、アイロン毎日してるけど、昨日ほんと通しただけみたいな。今日ちょっと巻いてあるんだよね、だからちょっと短くって。そう、あんまり眉毛見えるの嫌なんだよな、好きじゃない。まだ知らん。いや、ね、もともと巻かないのは好きなの、アイロン。もうほんと熱通すだけみたいな。もう巻かない方が好きで。あれお前好き？でも私はお前好きじゃない。好きじゃない、私は。漏れてなかった、本当に。なんか写真、今日の写真やばかったんだよな、次。だからちょっと修正したけど、でもそれでもあんまり良くない。でもあれしかないから、れいちゃんと撮ってる写真が。そう、仕方ないけど。このぐらいがちょうどいい。ちょっと短いんだよね、この前切ってもらったから。明日は自分でやろう。今日メイクさんにやってもらったんだけど、いつもメイクさんにさ前髪やってもらうんだけど、明日自分でやってみようかな、前髪。いつもやってもらう。髪どうしよう、昨日と同じにしたけど、今日どうしようかな。何ができるんだろう、この髪型って。こっちなんかすぐ戻っちゃう、こっちに。あのルビーちゃんみたいな髪型ってどんなの？あんま見てないからわかんないんだよな、推しの子だよね。どんなのだ？どうしよっかな、ちょっと。あ、ラブラブ？
わかんない、推しの子かと思った。ルビーちゃんっているよね。あれ、ちょっとだっけ。ラブライブもわかんない、どんな感じだ。今日もスタイリストさん、あ、メイクさんにやってもらった。今日も公演の時はメイクさんかな。イベントとかコンサートとか、どうしようか。ここ編み込んでも多分可愛いよね。どうしよう、明日メイクさんに相談してみよう。わかんない、どんなバリエーションがあるか。自分セット、セットしてるよ。朝とかセットっていうか、なんて言うの、そのめっちゃしっかりはやってないけど、この長さについてやろうと思えばできるんだけど、ここら辺の髪入んないんだよな。出てきちゃうから多分やんないですね。ドーナツ、あ、差し入れの岩佐さんからの、食べたよ、めっちゃ美味しかった。あね、カラフルのドーナツなんか何種類かあって、カラフルじゃないのもあって、私違うやつ食べたんだよね、カラフルじゃないやつ。昨日の食べた、この日初日より整ってる、どういうこと。初日切った日より、切った日がでも一番整えてるでしょ。だって美容師さんに言ってもらったんだよ。じゃあ切れへんでしょ。分かんない、どの日か分かんないけど、ホールドファッションじゃない、ミスドじゃないよ。なんかどこのドーナツ屋さんか分かんない、お店知らないけど、違うお店の知らないところ、あんま見たことないとこ。でもめっちゃ美味しかった。なんていうドーナツ屋さんか知らない、でも食べたことないとこ。あんまドーナツじゃないよ、そこはね、何回か食べたことなんか分かんない。でも美味しかった。なんかゆうさんツイッター書いてたよね、じゃがいもドーナツってところらしい。あんま分かんない、詳しくないからな、お店。お弁当なんか鶏肉のなんかお弁当。いつも通りな感じだった。
夫婦感なくなってる。多分ね、こうここら辺しっかり内、もっと内巻きに入れたらウルフっぽい。あんま内巻き入ってないんだよね。もっと内に入れたらウルフっぽい。もっとしっかり内巻きにしたら、であとここをまたグランってしたら、ちょっと取れてるんだよなと思って、ちょっとすぐ取れちゃう。なんか今日あんま入ってない。この襟足の巻き取りやすい。アイロンでも、アイロンで巻いてるよいつも。アイロンで巻かないと無理だね。こんな綺麗になんない。ドライヤーだけじゃ巻いてる。簡単に取れちゃう。なんか多分何もつけてないんだよね。スプレー。これやってんのかな、わかんない。オイルとかなんかバーム、ヘアバームとか何もつけてないからね、取れちゃう。まだパーマしてないよ、かけてないです。やると思えばできるだろうけアイロンだけだとね、取れちゃうんだよ。今の髪型アレンジしようと思えばできると思う。今日やってないけど、埋めかけてるだけ。やっぱ最初のうちは普通にやろうかなと思って、最初の公演は髪切って、最初の公演背中髪の羽、でも取れたんだよねこれ。多分取れてる、ちょっと落ちてる。私もっと跳ねてたの。取れてましたね。ひなこまだ会ってない、髪切ってから。さあつぶくなってる、ありえない、なってないよ、つぶく言ってない、言ってないです。ひなことはそうだね、波動だな多分次は。だって明日と明後日 B 公演だもんね。20
19合わないし波動だわ。次なんか髪切ったの知ってるよ。知ってる。もうちょっとだね、波動。あと少し。いや、もうね、私の好きな旅聞いてもそれそれ、そりゃそうでしょ。ないや、この人の好きな旅聞かれてもわかんないっしょ。私もわかんないよ、ひなこ。あの人じゃないと分かんないでしょ。投票？え、今日したよ。お昼に配信してる時にした。確認しとこうった。一応ね。なんか毎日投票してたら分かんなくなるんだよな。今日投票したか。昨日の記憶とかなんか分かんなくなる。してる投票。なんかに写真送ったわけじゃないけど、ストーリー載せたらさ、インスタの来た日載せたらなんか来た。うん、下にそれ終わってないよ。まだしてすらないよ。この後しなきゃなんだよね。やばーい。全然できてない。じゃあ、それ質問コーナー、また今度波動終わったらぐらいでやろうかなっちゃう。いや、こういうバルバだよね。時間があんまない。明日30、いやね、明日暑いらしいね。明日明後日らしいね。ミントのキャラどの衣装がする？みんな人気だったのは、みんなにメンバーみんなに人気だったのは青チェックかな。やっぱ一番最初の衣装なんていうの、一番最初のってか、よく一番着てる衣装が青チェックだから、青チェックが人気だった。一瞬でなくなっちゃう。一人っ子だったんだけど、青チェック、そう、みんな欲しくってすぐなくなっちゃってた。青チェック取れなかったから。あの、私はスポーティー持ってる。でもどれも欲しい。キーホルダー、カオコね、もうずっと待ってるんだよな。まだ買ってないんですけど。買ってないんですけど、カオコ待ってる。あれさ、表面だけじゃなくて、表と裏両方印刷されてて、衣装のめっちゃいい。
スポーティーよ。スポーティーがあれだね、確かエイトの衣装で一番最初の自分の衣装がスポーティー。青チェックとかはさ、その時加入してないから、できた時自分の衣装じゃないんだよね。スポーティーは自分なんだけど、だからスポーティーにさ、スポーティー残ってて、残ってる衣装の中でドレスにしようかなと思ってスポーティーにした。青チェックはなかった。青チェックあったら青チェックにしようと思ってたんだけど、なかった。スポーティーって、スポーティー白いやつ、なんて白いやつ伝わる？それでなんか白いやつ、スポーティーって最初から、スポーティーはね、沖縄の総選挙の時からある衣装だね。あの時に、違うな、嘘、埼玉スーパーアリーナで着てた気がする。着てた、オッケー。でもね、めっちゃね、沖縄の総選挙の時めっちゃ着てた記憶あるんだよね。あの時写真撮って、でもその時着てたんだけど、一番最初は埼玉スーパーアリーナ。え？かな、わかんない、着てた、埼玉スーパーアリーナ着てたっけ、ちょっと覚えてない。あの3周年の時、3周年スポーティーあったっけ、3周年の時って、いつからだっけスポーティーって、わかんないよ。そう、どっちか、3周年の時か。でも総選挙の時でさ、新しく新衣装ってあんまないよね今思ったけどちょっと違う気もするな。新衣装ができるときさ、周年とかが多かったから、そう考えると3周年かな。あんま覚えてないけど、まあいつからでもいいかか、わかんない。3周年の時か総選挙の時、どっちかですかねで、多分違う気がするな。総選挙の時着てたのは着てたんだけど、そのスポーティー、そっからじゃない気もする。チームメイトで一番好きな衣装、チームメイトの衣装で好きな衣装、え、なんだろう、好きな衣装か、
なんか思い入れがあるとかじゃなくて好きな衣装でしょ。むずいな、どれかな。蜂の巣とかも好き。一番思い入れがあるとかだったらどっちか、スポーティーかアウチェックだな。アウチェックはさ、パーティーコーンのアウチェックだったじゃん。パーティーコーンだからアウチェックあったよね、衣装で。パーティーコーンってパーティーだったよね多分。違ったっけ、パーティーじゃなかったっけ。なんかの公演、パーティー、多分パーティー公演な気がするけど、もうチェックあってね、途中一緒で。スポーティーは一番最初の自分の衣装だからさ、ってのもあるけど、どっちかかな。隣のバナナ、あれエイトの衣装じゃないよ、あれ。隣のバナナした時はあれね、ワゴンコレクションの衣装だな。一番最初でしょ、私が隣のバナナをやった時の衣装、あれワゴンコレクションの衣装てる。来た。このムーンショックバッタは来たことない、私。来たことないんだよね。なんか誰か来てるの見たこともないかも。だってあれさ、全然着ないよね、だって。だから見とく。耳を片方だけ出したんですよ。両方出してる、見てないだけ。両方かけてる。モノジャクバッター着たことないですね。多分見たこともない、着てるの。映像とかでしか、その MV の。そう、着たことないんだよね。うん。コンサートとかで着ないもんね。モノジャクバッターやったとしてもさ、あの衣装着ないじゃん。だから俺は4月29日だけど、着たことあるの、あの衣装。なんかルートの衣装でしょ、 あれはね。コンサートで着たのはその1回限りかもしれない。撮影で着たことあるかな、めっちゃ最初の頃、初期の頃、入ってすぐのぐるになんかいろいろ撮るんだよね、宣材写真とかを。ネットのホームページの写真とかいろいろ撮るんですよ。それで来たくらいですね。パーティーの時のユニット、あなたとクリスマスイブでした。それやってた。懐かしいね、パーティー公演。スーパーレイジョー、あれが天の弱バッター。確かにあれ着ないもんね。でもルートのさ、衣装もレアじゃない、結構。お前最近さ着ないじゃん。てか私入ってから全然着てるのもね、入る前はあったかもだけど。
うん、青チェックも久しぶりに来た、コンサートで。もう行けないか。制服の羽は多分着たことないね、あれ。47もないと思う。47でしょ。なんかあんまさ、着ないじゃん、コンサートとかで。あの衣装。制服もだけど47も。そういうのは多分ないね、着たこと。エイトの衣装でも。え、今日で雫50回だったの？この前100回だったよね。なんかあの全部の劇場、雫だけじゃなくってさ、今までの出演回数、え、半分が雫ってこと？やばあ、50分ありがとう。半分ぐらい雫ってことか。え、そんなやってたんで雫知らなかったわ。13位からランキング読もうかな。え、そんなに雫言ってたの？確かに言われてみれば長いけど、そこまで半分も言ってると思ってなかった。自分の今までの公演の出演回数の半分、すごいな。じゃあ13位から読みますね、ランキング。13位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。12位、豊洋フェス1131113、ありがとうございます。どっちなんだろう11位、まぼろしさん、ありがとうございます。10位、サイレントリームーンさん、ありがとうございます。9位、お豆さん、ありがとうございます。8位、まるさん、ありがとうございます。7位、ラスカールさん、ありがとうございます。6位、香港の春マットマーク、許可おいさん、ありがとうございます。4位じゃない、5位、としのりさん、ありがとうございます。で、次が4位ね。4位、ヒンメルさん、ありがとうございます。3位、フロマンさん、ありがとうございます。2位、ニャホサさん、ありがとうございます。そして1位がラボーナさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。明日の配信は、公演終わりかな。明日、今日よりかは早く始めると思う。練習しなきゃ、ビーコエンの今から練習する。生誕祭だけど、でも今日よりかは早く帰れると思う。明日はいらない可能性ある。配信帰ってやるよ、明日。あの、公演前はやんないけど、公演終わって帰ってきたらやる、明日。ピアスつけてない、忘れてた。あとでつけとこう。塞がりそう。
も23時台とかになるかな、早くできて22時半とかそんぐらいかな。でも帰ってき次第するね。少しは絶対帰ってくる。いやね、でも明日も公園だからさ、今つけなかったら絶対さ明後日までつけてないからちゃんとつけとこ、一応ね。じゃあそろそろ切れちゃうから切れちゃうので、ありがとうございました。また明日の配信で。おやすみなさい。またね、ありがとう、バイバイ、ありがとうございました。おやすみ、バイバイ、また明日。